早く逃げ。ガビ丸、やつは死罪人か、それとも化け物か。あの者は備前のダイダラボッチ六郎太。殺すか。は？離れろ、死ぬぞ。単調な大振りだ。拳の破壊だけに集中すれば。減速も反応も早い。何より直感でわかる。あの手は防御不可。触れれば即死だ。ならば忍法怒りつぶて。道具は効果なし。忍法しなり場。鋼と同等のしなり場も通じんか。他に何か遠隔の忍術で有効なものを考えろ。接近戦は危険。飛び道具も無駄。非防止をする隙さえあれば。二人がかりなら死角が生まれるが。伸びた筋肉、剣、骨の継ぎ目に刃を入れれば、どんなに鍛えた体でも切れます。どんなに常識外れの相手でも、打ち首の作法と同じ人体の構造を知り、その感激を縫う。それが山田左衛門の剣です。ガビ丸、攻撃はわしが裁く。大丈夫か？ええ。来るぞ、もう一度。足が攻撃をさばいた時の影響か。いなし続けるには相当の技量がいる。ただの平手が大筒のよう。冷静にならないと、一発でも受ければ終わり。やはり暴れたまま骨を断つのは難しそうですね。腹の音。なんて声。ガビ丸、規格外の怪力にかなり警戒したが、これならば持ちこたえられる。これならなんとか。まずい、すぐ立て直さねば。致命傷ではない。早く立て。死状も断りも。消えた時、その剣技は一流以上だ。こいつ強い。ああ、低くうずくまった首。
一筋縄じゃいかんな。どうにか首をもたげた姿勢を保てないものか。考えがあるんだが、ちと過激かも。備前のダイダラボッチ、接近戦は危険、飛び道具は通じ、刀で体組織の隙間を通し首を切るしかない。それをなすには優れた身体能力とは別の内首に特化した山田浅右衛門の技術が必要だ。だがあの巨体であの反応、生半可なことでは刃が届かない。ならば逃げるわよ、センター。忍法怒りつぶせ、非防止バージョン。忍法風抜い、非防止バージョン。忍法大つぶせ、非防止バージョン。忍法トゲブスマ、非防止バージョン。それ以上は無茶です。それにもう十分でしょう。周辺一帯を燃やすつもり。ガヤ葉を燃やせばあっという間に立ち込める。煙の性質上上部を中心にね。大泣きして暴れれば息も荒れて煙を大量に吸い込む。家計と同じ、害をなすのは火や熱よりも吸えば失神する炎獣の毒。毒？すなわち一酸化炭素。血中のヘモグロビンと結合し、全身を急速な酸欠状態に陥らせる、いわゆる一酸化炭素中毒である。わしもあれはきつかったが、しゃがんでおれば煙は吸わん。安全だ。私は焼け死にます。こちらの限界が先か、あるいは首が降りてくるのが先か。今のうちに切れ！力比べじゃ長くは持たん！静かに、激しく。おなかすいた、遊びたい。おなかすいた、おなかすいた。なんでお腹いっぱいにならない？なんで誰も遊んでくれない？ずいぶん暴れさせてしまった。怖がらせたのね。ごめんなさい、私が未熟だからです。でももう大丈夫。あなたを憎む者はいない。今のあなたを憎む者は、死せる者、等しく安らかであるように。